見て見て、シューナン。それ言ってシューナン、市民。シューナンブランド認定品の鶴の里米を使ったカラフルボックス寿司をご紹介します。カラフルボックス寿司の材料です。作り方です。パウンドケーキの型にこのようにラップを引いて準備しておきます。米は炊飯器に入れ、酒、だし昆布を入れて炊きます。小鍋にすじ酢の材料を入れ火にかけ、煮立たせないように注意して砂糖と塩を溶かしておきます。ツナ缶は油を切り、みりんと酒、醤油を加え、細かいそぼろにします。人参は2ミリ厚さの薄切りにし、茹でておきます。人参を茹でた後のお湯で、ブロッコリー、パプリカも茹でておきます。型抜きした後の人参をみじん切りにします。小鍋に入れ、水分を飛ばしながら煮ます。型の底の横長半分の位置まで卵を詰めます。次に、寿司飯の半量を炒り卵の厚みを考慮し、同じ厚みになるように詰め、押さえます。みじん切りの人参とツナを敷き詰めます。残りの寿司飯を詰めます。平らな皿の上にひっくり返してラップを外します。型抜きした人参、エビ、ブロッコリー、パプリカを彩りよく飾って出来上がりです。ここから心つながる周南市。